ラモン・ピチョットは、スペイン、カタルーニャの画家である、バルセロナに生まれた。イシドラのネーラの若いバルセロナの画家たちによって1893年に、作られ1896年まで続いた、美術家、グループ、コラデル・サフラで活動した。1894年に、バルセロナの展覧会に出展し、すぐ後に、ラモン・カザスト・バルセロナの美術館、サラパレで、 展覧会を開いた。1899年にバルセロナのカフェ4匹の猫で開いた展覧会などで高い評価を得た。パリに移り、スペインの風物を描いてパリでも人気を得た。1900年に友人だったパブロ・ピカソもパリを訪れるようになった。1902年にベルトベイの画廊で個展を開き、アンデパンダン展やサロンド・オトンヌに出店した。 1908年に絵のモデルとしてや様々な画家との関係で有名だったジャーメイン・ガルガロと結婚した。モンマルトルのピカソラの集合アトリエ、洗濯船の近くのメゾンローズとして知られる家にスタジオを開き、ジャーメインは1階で小さなビストロを経営した。第一次世界大戦が始まるとスペインに帰国したが、その後もしばしばパリを訪れ、1925年に パリ滞在中に亡くなった。ピチョットはサルバドールダリの才能を見出した画家としても知られている。1914年に別荘のアルカダケスで10歳のダリと知り合い、この出会いはダリの画家としての出発点となった。ありがとうございます。